本日、国に対しまして、新型インフルエンザ等特別対策措置法に基づく緊急事態措置を6月1日以降も継続していただくように要請をいたしました。本件では5月16日に緊急事態宣言が適用されてから10日余り経ちますけれども、まずは県民の皆様、そして事業者の皆様、外出三元や時短休業協力など一緒にコロナ対策に取り組んでいただいておりますことに心から感謝を申し上げます。また、県民の生活を支えていただいておりますすべての皆様、そしてギリギリのところで踏ん張って現場を支えていただいております医療・介護関係者の皆様に改めて感謝を申し上げます。そういう中でありますけれども、5月の大型連休で他県からの往来が増えたこと、また変異株の感染スピードが非常に速かったこともありまして、5月の大型連休明けには県独自の集中対策を開始しましたが、5月12日には1日の感染者数が初めて200人を超えるなど感染が急拡大しました。そして現在ですね、こういった非常に高い数字に慣れてしまって、感染状況は高止まりから減少傾向に転じて低くなっているように感じられるかもしれません。しかし、実際にはですね、県全体で43.3人、これは人口10万人当たりの1週間の感染者ですけれども、43.3人、広島市では76.3人、これはステージ4の基準が25人でありますので、そこと比較をしてもですね、非常に厳しい危機的状況にあるというところでございます。このような状況を踏まえまして、昨日の会見でもお伝えしましたけれども、国とは本県の厳しい感染状況についての情報を共有してきたところであります。そして、この度確実にリバウンドを防止をして感染レベルを低い水準に抑え込むというために国に要請を行いましたので、お知らせをいたします。私からは以上です。それでは質疑に移らせていただきます。まず代表して TSS さんからお願いいたします。お願いいたします。まずはこの一つとしますが、延長のこの理由について一言お願いします。現状ですね、まだ県内非常に厳しい感染状況にありまして、ステージ4の基準をはるかに超えるところにございます。この今この緊急事態宣言を解除してはですね、またリバウンドの恐れもあるということで、そうなりますと、すでにかなり医療に負荷がかかっているところにさらなる負荷がかかっているということにもなってまいります。こういった状況を踏まえましてですね、緊急事態宣言を継続していただくということをお願いしたところです。この延長の期間の話し合いなどは行われていますでしょうか。延長の期間についてはですね、これは具体的には議論はしておりませんけれども、しっかりと感染状況が改善するようにですね、期間については設定をしていただきたいというふうに考えています。昨日の知事会見でもありましたけれども、今後の県の対策、対応であるとか、こういった発表のスケジューリングはありますでしょうか。そうですね、これはまた6月1日以降に、事業者の皆さんなどを対応できるようにですね、発表していきたいと思っていますので、今週中にはですね、発表したいと思っています。知事会の中でも、中国政府知事会の中でもありましたけれども、新しいこのインド株であるとか、こういった変異型のウイルスに対する危機感といいますか、どういった受け止めがあるでしょうか。そうですね、すでに英国株で相当に感染状況が悪化をしているというところがございます。インド株はさらに感染力も強いというふうにも言われておりますので、ここはしっかりと水際で抑えて、国内で拡大しないようにですね、万全の対策を取っていく必要があると考えています。